TV。 あ、確かに順番もちろんこのために上げてきたんじゃないかっていう数字をしてるんだけど、つい先ほど24,700とかでしたよ。あ、マジか。あ、俺聞くけどちょっと持ち新しい見れるの嬉しいっすよね。けど確かに普通に強いよ。あ、やりました、この新しいバージョン。新しいバージョンはやってない。おっと、はいはい、これ天人にもなればそう、こういうのも使えると強すぎる。あ、なんかちょっとピーノっぽいな。え、このピーノってますね、確かに。この上のジャンプしてから相手の状況見るって、これよ、これ中継マジ強くなったっす。そうだよね。おっと、あ、持ちさん、けどあのベガも負けず強くなってるんで。あとトリガーがやっぱさすがに、まあ、僕のやってた感想を言うと、あ、ベガ来て、いいね。しかもヒットボックスだし。そうなんですよ。はい、始まった。ここからですよ、ここから、ここからやばいです。あい、くー、あ、うー、ゲールか、その後トリガー、なるほど、いいな。どんだけユーリフィルム好きなんだよな。おヨガ、ヨガッキー派じゃないの？これあるぞ。始まるか、始まるか、始まらねえ。終わった。完全に締め切って、締め入ってたね。締め出して、ちゃった。ただ大ゲイクラカンしたら前ジャンが入ったりするんですよ。え？マジ？そうなんですよ、パンクラス。え？大ゲイクラカン、前ジャンプ、中ピー、中ピーとか行くんですよ。ああ、それ空中人が。いや、空中じゃないですよ、地上で。地上で？地上でクラカンして前ジャンして中ピーが当たります。ジャンプ中ピーが当たって、その後すげえすげえすげえ、ダブダブにとか。へえ。中継を、うん、あ、V スキルで取って、V スキル取って、パパ、今回 V スキルはね、保存できるでしょ。あ、そうですね、そうですね、ね、面白い。あ、え、ベガなんですか。そう、普通のだから、玉持ちになるんだ、途中から。おー、面白いなと思って、普通にそれは。イーツビルも来てるんじゃない。おーい。うわー、そんな入るのね。あ、わ、しかも今、かなり見づらかったな。見かけたかったー。いや、後ろ、いいね、全然スタンチない。あ、打たないのか、さすがに。俺だったら使ってどうか。我慢しよう、我慢しよう。まあ、次のラウンドだよ。あ、受け身取らなくていい。あ、でも、今回はループしないもんね。そうっすね。うん、前ステーシャーがないからですか。あ、いいね。終わった、これ。あ、受けて、受けるの取れましょう。誰か仕込みましょう。あ、受けて。いったね。確かになんかちょっと。あるよ。これある。やっぱ EX プレイが結構きつくて。ヒップルデビルが。これあんまり高い。これ一応消えないんですよね。あ、へぇ。今回は。いい、あ、これ、いい、これやばいんですよ。盛り減り。あれガードするしかないんだ、私の側は。スラもダメ？スラもダメなんですよ。へぇ。なるほど。前からじゃん、それは。そうっすね。それが結構きついから、俺が全部ゲージ取っていいかな。うし、いいの当たった？いいね。あれは対空でいい。いいね。これは対空でいきます。いいよ。完全に。いいね。今の子いいね。いいね、おじさんに。おい！ドキドキ。こういう系がね。よしよし、時間しよう。ナイスナイスナイス。おっと、おいいね。コパタイプ、もっともっと攻めるとこ。おお、いいね。いいね。対策してる。あっ、あっと、あっと、テコスライディング。まあね、まあこれがテンプレートで。始まる、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 始まる。どうすんの、どうすんの。いけ、デビリマン、デビリマン、いけ。あしゃあ。絶対倒せよ。本戦のルールにさせるな、こいつを。今のチームで積んでいけ、目を。で、アドバンテージはヒットボックス、ヒットボックスさん、ヒットボックスさん、レバ、レバノコさん。あれ、これ、あ、ちなみこれ大学生ですよ。あ、そうなの。そうなんだ。大学、お前大学生全員把握してそうだな。いや、もちろんですよ。え、かなり、もちろんですよ。かなり詳しい、本当に。すげえな。どうやってそれを分かるの？ツイッターとかを。あ、ツイッターもですけど、まあ、やっぱ大学対抗戦でいろんな人と会ってる。あ、なるほど、まあ、いろんな大学の大会も行ってるんで。あ、そこスラにしたいな。じゃあ、ラインを打ってよ。スラ、スラ仕込めって。確かに、スラは反対にして。あの、違法、違法。カンニング？カンニング？カンニングなしで。お、おめ、隠んのかと思った。うわー、おお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 いしい。減るなぁ。おぉ、いいね、動きがいい。どんだけ新しいんだよ。
若者だね。おうまい。あれあのうわーすげえ。梅ないのか、なんかないのか。おーっと、なんとね。おお、期待できるね。すげえ、マジすげえな。意外な、意外な資格がいたね。そうだよね。腕伸ばしたら、こっち来るんですよ。だけど、なんか持ちたコンボちょっとあれだね。あれ EX ファイア入るよね。入りますね。あれ、あ、安いね。うまっ。おお、これ避けれないやつ。これ100人組みたいな立川の動きの方がよ。ごめんなさい、なんないですよ。イブキ使ってるやつが何言ってんだよ。そうでした、もう忘れようって話だった。ダッシュしろ、ダッシュしろ。よし。おお。しかもこれさらに、おお、いいね。それダメなんですよ、あれ。しかもこれあれ たまりますからね、トリガーがね、もうちょいしたら。そしたら始まるよっていう。これもう行かなくていいしな、しかも。あ、来た。これで多分スライディング発動。ワクワクタイム。あ、これ何もないです、何もないです。トリガーうまく使いたい。あー、まあ悪くない。いや、どうなんだ、もう足りなくないか。あっしゃー。まあいいや、技術化した、技術化した。さすがにもったいないか。ダルチムじゃなければ多分まだ良かったんですけどね。結構ワープとか逃げれそうですもんね。これ実際本当にヒットボックスでプレイしてるんですか。そうそうそう、すっげえ。最強説があるんですね、ヒットボックス。ただヒットボックスでベガって意味ないですよね。そうなんだよ。なぜその最強説を唱えるヒットボックスザンギ、ヒットボックスザンギ面白かった。よし、もうちょい行こう。ザンギは多分結構あるんだよね。画面味もうちょっと行こう。ういや、うまいな、マジで。ガキャンいいよ。あのガーキャンはあの残す派の人は結構いるからね。あ、でも確かにトリガー使った方が、まあ使った方がいいんだけどね。あー、ちゃんと見るよね、ここはね。あー、来た、鬼ヘリ。もう一丁、もう一丁。うわー、もう一丁。2回いける、まだある、もう一丁。こうなって、うぃー、うぃー、もう一丁、もう一丁遅ければ。ちょっと、あ、じゃあこれでアドバンテージは移ったと。ただこれマジいい勝負ですね。これでもなんか結構確かにダルシム嫌そうだね、見っぱっと見ね。簡単に近づかない。あと、あのやっぱ EX の上が運ゲーだね。今のもさ、ちょっと遅くってれば下手したらモチさん死んでましたからね、あれ。確かに踏まれて、踏まれて。これはでも長引きそうだな、なんとかまで。1セットでもやっぱ長いですね。うん、1セットでも長いなと思ったんで、うん、これ、あ、まあね、本調だからもう、もう疲労困、疲労、もう、あの、そうだね。で、それ、7キロぐらい痩せてる状態に。俺もじゃあ、そうですね。めっちゃ激痩せだ。うん。ちょうどいいわ。おー、うまい。うまい。やるわ。これは、あ、来た。ダッシュも画面足の前捨て強いんですよね。投げか。端すげえな、これ。端マジ強い。どんだけ楽しいですか、これ。切り返し手段上げて。きたー。いや、安い。これを当たる？あ、当たる。かぶったね。ダメかー。まあ、でも、端の端も強いですよ、やっぱり。せめてあそこに連勝してほしかったなー。なんすか、ポン。ポイント取っちゃった。ホタルの光が流れてます、もう。きたー。とりあえず、ゲージを貯めて、これを使うっていうのが、一番近道なのかな。効率がいいかもしれない。おっと、あ、うますぎ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 、確定、うますぎ。あの遅さを隠らせましたからね、地上で。あー、膝の遅としてはためになっちゃったのかな。おいしい。あー、大スラね、大正解。普通にサムラーな、こんなにヘッドクロックが使えない。え、あった。おお、爆弾て。おー、うまい。いいね、逃げるやん。あ、これ、あれでもう一回 V 付けつけるんですよ、今回の。いい感じ。おー、いいね。勇気のある行動好きです。若さですね。おいしい。コンボより良かったね。コンボやるより良かった。あー、なるほど。おー。結構普通にあるな、これ。期待できるな。てか、お前負けたんだし、ゲーム音出さない。確かに。寂しいわ。すみません、いいよ。
多分無理だろうなって途中で気づいたし申し訳ねやってきます、もうちょいゲーム、なんだこれ、ベガもかなりじゃ強化された側のされたっぽいですね、サンブル持ったんですよね、それか、それかなり強化ですよね、これ強いんだよな、この後にあの終われなくなったんですよね、コパンで、うわっ、すげえ、すごいなもう一回たまらず V は、うまい、うわー、サンクぐらいステップするんじゃない、これスッスッスってスッスッと、うわー、大きい、誰かすら教えてくれ、これでまたアドバンテージはヒットボックスか、ヒットボックスさんのアドバンテージになると、まだ1ポイントも取ってません、まだ1ポイントも入ってません、完全なシーソーゲーム、これが一番長いパターン、すさまじい時間かかるな、これ梅原さんいてくれてよかったっすわそうです、ね、私梅原さんがいないかもしれなかったじゃないですか今日、完全に、うん、俺多分気分できたから、しどろもどろでなんとか誰だよこのルール考えたやつとか言ってそうっすね確かにね、ちょっとね、これでまだ半分終わったよね、半分の半分じゃない、半分じゃない、あの一歩目っす一歩足踏み込んだだけっす始まった、やってる方はな納得感があると思うんだけど、うん、確かにちょっと長いか、予選からこれ、おお、かわいそう、かわいそう、そして参加者もね、けどね、やっぱり100万円もらえるかもしれない大会っていうか、イベントなんで、まあね、それはね、こんぐらいないと本当はいけないですよ、本当はね、そんな適当にさ、うん、なんか出れて、うん、なんかそれでその権利を与えるっていうのは、やっぱ良くないですよ、だって、ああ、なるほど、あっ、おお、びっくりした、そうだ、まあそれは、いや、甲子園だってこれぐらいかかるんだから、なんかねえか、かかる、余裕でかかるんですけど野球ってどれぐらい、お前時間が3うわとか、3とか3とか4とかもある、はぁ、かわいそう今には8人 ?7 組合わせか、7組合わせや、7試合、7試合、うん、おうおうおう、うわこれはもうね、勝ちっすよ、どうぞ、今回から誰しも削れるんですよ、え、あー、どうした、削り、削りがあるんだ、どういうこと、中足とか大パンとかからキャンセルできるんですよ、しおわー、おそんな、しかも CA の飛ぶ感じが上じゃなくて、なんかもうほぼなんか横みたいになっちゃったんですよ、おぉーしたらもう中間のシュートで出してるんですけど、あー、そうなんだ、またアドバンテージが入れ替わりました、これ永久に続くパターン、これは、いやこれだから10先、ただの10先です、10先コースかな、すっげー、はい、すげー衣装だな、ちょっと大学生、強い説あるんじゃないこれ、3先だったら次勝ったのかちか、そうですね、そうですね、まだ難しいところですよね、このルールの浸透も欲しいなとは思いますからね、うんうん、ただこれやっぱ長くやるんだったらちょっとあのどんどん良くしていくっていうのが健全ですよね、よし、そう考えるとこの間のマチャボクロダは完全にちょっとマッチングをミスったな、まあ、まあそうですね、実は誰しもが知ってたんですけどいや俺もあの見てないですけど、まあ、勝つんだろうなと思ってそう分かりながらもね、ピー寄ってうまっ、あ、これだよね、最大ね、最大なんですけどね、無事に座れ、うん、まあでもそうだよな、一周勝ち抜きで50ドルって考えると、うん、まあ時給1000円だとしたら5時間ぐらい時給換算、ね、しかも期待値もあるんで時給では測れないですよ、測れないよね、期待値存在してるんで、そう、プライスレスです、そうです、しかもやっぱバージョン変わったばっかだから、
全然ね、何が起きるか分かんないじゃん。まあそうね、うん、確かにそこもね。俺もやっぱミカちゃんかなり弱体化食らったんで、そうだな、だいぶちょっと頑張んないとなっていう、うん、前みたいな門番ちょっとできるかどうか怪しいですよ。普通にあの確実に勝率下がるから、エレベーターガールの可能性すらおられたことですから。何に歓迎してる、歓迎してもう開けちゃうみたいな。うまい、使わないんだ。あ、うわ、使わないんだ。使わないんだね。まあ、モンスター昔からスパコン派だからね。かなりスピード。うまモンスター。実際このゲームの残すとめんどくせえな。だったら EX ファイヤー打った方がいいとは思うんですけどね。これ削りがもう視野になる。あ、もうこれも削れます。削るの？はい。終わりこれ。終わり。あ、終わり。消して。終わり、これもほぼ終わり。だって、ね、これついにポイント入った？入った。あ、ここに今積み、ゲージがあれば多分 EX、 あ、でも無理か、多分死んだ。これで、もちさんがリーチ、じゃこれ、そうか、うん、結構この3連勝システムはいいですね。あ、そうですか。あの、いや、かなりよう見つけたと思います。お、お褒めの言葉。あの、マチョボーもね、すごい、あ、あれいいっすね、あれいいっすね、多分これでまた1からだとちょっと長く感じちゃうかもしれないです。1から、あ、またこれでまた、要するにリセットされてまた2先みたいなよりは、あ、はいはい、ここで3、そういかに3連勝させないかみたいな、うん、でも3連敗したら負けでいいっすからね。まあ、あの、まあ、大会も基本的に3連敗して終わりだから、うんうん、うぃ、大、なるほど、まあ、なんかこう昔、あの、天で勝ちが積もらないのは緊張感があっていいっていう、あのね、東と西側の、あの頃何言ってたと思ったんだけど、今を考えると確かに緊張感があるのは絶対そのそうですね、そっち、いつかどっからでも負けれる可能性があるっていう、うん、結構ね、いろんなルール考えてましたね、点ではね、そのマージャンにも。そうですね、交代とかね、うん、ああ、そうですね。あの頃の福本先生がキレてたな。もちさんが動きがだいぶなんか良くなってきちゃったな。疲れさせて、あ、もちさんを疲れさせて。マジで技術使う。最初は体力ないからな。体力ないゲーマーだから。もうちょっと粘れば用事ができるかもしれない。行かなきゃいけなくなるかもしれない。おっと、あれマジなんかいっぱい入るやつですよ、あの後。あ、そうなの。EX ゲージ2発とか入るでしょ、あの後。行きます。持続当てで。持続当てで。はい、これも削り剣。頑張れ。どうなの？え、終わり？また？これはもう多分。あ、やらしいな。やらしいな。これですよ。あ、これで終わりです。トリガー中はマイステで受けれるのかもね。確かに。ああ、そうだ。やば。そうだ。見てるね。もちさんが勝利かな。勝利ということですね。これこういう形ですね。ほんとコブだね、ポイントはもう、うん、今、スーパーダイヤモンドぐらいが一番こうあるのかな、強い人たちに多い数字だよね。うん、そうですね、基本みたいな感じだね。ここが多分だって、数多いですよね。だって155ですもん、222人やさ、スーパーダイヤから人権って感じですかね。ラウンジ、ラウンジの、あ、まあ、上級者みたいな。そうですね、バイソンは立ち回りも強くなったの？知らないっす。ギャン兵溜まってるって言ったじゃん。立ち回りっちゅうか、立ち回りはそんな変わってないんじゃない？まあ、むしろ相手の防御手段のあれで攻めがやっぱ一方的になってるのか。おっと、結構きつい。あ、ミスじゃないのか今のは。まあ、
使い切るんだ。あとなんか単価で投げむでくるついたね。へえ、はい。あ、そうそうそう。あ、じゃあ暴れて。あっ、おっとっとっと。ナシバイソンもコマ剣も大したことないと。俺、コマさん剣だと思わなかったっすね。結構マニアックなキャラなイメージあるから。だってストーンの時はローズ合計でしたからね。うん。おすごい。あ、これ届かなくなったんだ。反則だね。なんだあれ、なんかすげえ緩いよな。確かに。プラスっぽい。うわー、結構痛そう。いや、ミス。ハッピーオリガンシュ。ボクサーっぽさ出てますね、なんか。ボクサーだね。あ、うまっぴー。うまっぴー。うまっぴーだわ、これは。バイソンかなり今回強そうだな。押してみるか。でも外部はいけるんじゃないですか。知らないですけど。まあ、普通じゃない。でもなんか結構嫌だ。あのね、立ち回りでしたためを回避させてくるキャラは僕は。うん、柔軟とか。立たなきゃいけない、どうしても。その時点でサマーなくなるから。アラとかね、だから結構。柔軟とか高いですからね。バイソン自体結構少ないからな。いやー、タイプうまっ。岩田だっけ？岩手か。あっとミスっちゃった。で多分今かっこいいのことしましたよ。あ、弱小流違います。あの中大竹コンあるじゃないですか、はい、中大竹コンの大なんか中空振って大だけ打って対空するみたいな、ナウマの武器が大好きな。今日何人参加してますか？普通に8人トーナメントなんで8人ですね。これね、アドバンテージと、うん、まあ最初はこうなるからね。多少いくつなのか。てか俺竜巻治ったと思ったんですけど、ダルシムでしゃがみ中パンしたら2ヒットしてたまた。ねえ、たわけてるっすよ。フードさん変わってない。ここで言ったら変わるんですよね。何ここでなんかキャラの文句言ったら変わるんですか。いや、お前龍の現状見ろよ、龍のこれ言ってたらめちゃくちゃ弱くされてるんですよ、お前。弱くなるな。何に関して見たの。いや、あの、剣のジャンプ中竜巻、しゃがみ中パンで落ちるみたいな聞いてたんですけど、うん、2ヒット、腕に2ヒット。マジターゲてる。すげえ弱くなってるはずで。ターゲてる言ってるだろうな。どっちがどっちでもどうでもいいかな。ただし10-0とも別に俺には関係ないから。そのまま死んでも関係ないですよね。むしろ誰しも来ないでほしいのになるんだろうな。竜巻食らって、950減っていう。別にひどいゲームだもん。逆に中盤ヒットして950減ってもいいし。けどあんまりなんか剣戦い方変わってるイメージがないな、こう見ると。あんま変わんないんじゃない。うん、強いね。ただまあ、なんだかんだで昇竜ができないのが、うん、弱いのか。あの鳥が溜まってる時のあの昇竜トリガーの匂わせやばかったじゃないですか。まあそうですね、中和シャドウなんちゃらとかあったもん、うん、むしろ EX 昇竜の方が安くなってるかもしれないですよね。あの端の中昇竜トリガー昇竜昇竜やっぱ超終わってたじゃないですか、あれ、うん、ちょっとあるのか。火力も全体的にしてるし、てか試練から絶対つながるの。そうですね、はい、あれもたわけないですよ。あれさ、あの発生遅くなったっていうけどさ、むしろさ、ディレイがきつくなって、ディレイガードが難しくなってない？そうなんですよ。だから強化なんだよね、実は。発生遅いの。あの止めて中足、あの中足が、ストーンの時ってあれ、同フレームでしたっけ？中段と。重ねると確か同フレームだったんですけど、まあ、安いから、いいんだけど。これ減るますからね。あとこれスタンバー。マイナー4っすか。うわ、マイナー2だよ。え、中段2になった。2になった。2なの。試練マイナー2だった。弱突入ったの。なんで知りません。バカだれ。バカだれだよ。知りません。なんでルール違反じゃん。ルール違反です。ルール違反じゃん、いきなり。あ、ここで声は何してるわけ。これはどうしたの。これナシ君強いね。コマさん頑張んないと。で、これで1ポイント取ったのはナシ君で、
もう一回勝つか、まず一回負けた後にまた 2勝するか、うん、はい。結構予選からこのルール長いと思います？それとこんぐらいがいいと思います？皆さんは。結局やっぱその慣れとかもあると思うんだけど、うんうん、これは慣れれば結局長くないんですよ。慣れれば長くないんですけど、それとは別にべき論としてどうなのかを考える方がいいかなっていう。予選がこれぐらい長くあるべきかどうか、あ、長いかどうかの体感はいずれ、はいはい、慣れが来るから別に今、まあ、うん、いいと思うんだけど、うん、今なんかコメントに長い長い長い、これくらいでもいいねと、休日ならこんくらいでもいいと、長い長いがちょっと多いけど、いや俺長くても別にいいんですよ。けど出てる人からすると、うん、まあどっちのが親切かなとかはあるかな、うん、まあちょっとそうですね、調整を加えていきたい部分もあるんでしょうけども、毎週のようになるなら長い、うん、うーん、まあ、すうわぁ、パナ実況欲しいって、実況欲しいわね、結構ね、そうね、うん、すいませんね、僕がちょっと実況やってみてください、じゃあ今ダメなんですよ、ちょっと止められてるんで、はい、なるほど、まあ、宗教上の理由、賛否両論ですが、うん、そう、最終的に100番なんですよね。すごい予選をしてるんですよ。すごくないように見えるだけな、うんうん、まあ、最初始めやるとね、どうしてもその今までとの比較でなんかちょっと嫌だなっていうの出てくるかもしれないけど、うん、慣れは絶対生まれるんで、何もない試合だったら 3先でもいいかなと思うんですけどね。そうね、まあ、そうね、一応かかってるからね、あ、いや、一応というか、かなりかかってると思う。これね、やってる方は絶対こっちの納得感あると思う。まあそうですよね、それは間違いない、うん、で、まあ、見てる方とのバランスなんだよね、うんうん、これ結果的に 5-1 でしたっけ、うん、あ、うん、ぐらいだね、うん、5-1 くらいだと思うんですけど、うん、うん、1取った時にこれ全然あるなっていう気持ちがない。ああ、そうだよね、やってる方が多分、逆に言うと3先で先2本取られる方が絶対きついよね。そうですね、そうです、あれはもう、うん、あ、まあどっかでね、うん、でもまあ俺その見ない、その見たい組み合わせだけ見るっていうのでもまあいいのかなって思っちゃうんだけどね。あ、逆に、うん、ああ、なるほどなるほど、見たくない組み合わせを早く終わらせてもらうっていう考えよりは、うん、まあその、まあ、長いって言ってる人の中でもこれは長く見たいっていう組み合わせは存在してるはずですもんね。おっと、これで3連勝した、はい、最短の最短出ました、3連勝、あ、それってゲーム内のってことですか。あ、ゲーム内とか、はい、こっちこっちこっち、配信画面内の、そうそうそう、まあ、配信画面内で収まる方がその切り替える必要がないから、うん、まあ、親切ですよね。あら、あら、おっといい、だいぶ、コミコミっす、マジいいゲームだなこれは、ちょっとね、どうなの怖いもん知らずだな、これが19歳です、これが分かる、これが19です、こんなことあったかな、俺に俺、あと10年後多分、あ、消えちゃったよ、いなくなっちゃったよ、誰が、モチさんが、あ、違う、丸原さん、丸原さんがいなくなりましたね、丸原さん帰ってきて、やってないですからね、あ、来た、あ、いや、皆さんまた下に下がる作業お願いします、おかえりなさい、じゃあ今決めます、はい、3部分で失格です、3部分で失格、3部分失格で、いなくなったらどうですか、ね、3バルハラで、3バルハラ新バルハラできましたね、新しい3回バルハラに行ったら、3回バルハラに行ったらラストです、バルハラ、真のバルハラに行ってもらいます永久的にそれはもう帰ってこれない、永久追放しました、バルハラ出たか、確かにいい名前の人ですね、確かに、うん、今生まれましたからね、桜買ってくらいなんか綺麗な名前だな
多分そろそろもう海外とかで浸透し始めますよ。バルハラ。そうそうそう、バルハラっつって。バルハラってあれですか、世界共通な言葉ですか。結構共通なんじゃないですか。ああ、じゃあもう本当に。うん、できました。バルハラ。もしくは、うん、その、うん、ブブで普通にいっぱい扱いするかな、どっちかだね。ああ、なるほどね。どっちがいいかね。そこはちょっと決めてください。いっぱいだと思いますよ。いっぱいだと思います。いや、俺はないと思うんですけど、そうしちゃうと、じゃあ半分食らった時にブブった時にどうするんだってなると思うんですよ。半分体力がなくなった時にブブったらどうするんだ。あ、そうなんだよね。そしたらやっぱいなくなってる方にマイナスをつけるべき。まあだってわざとの可能性もあるもんね。そう、それはやっぱ、うん、で逆に、うん、それが存在しちゃってる以上は、うん、じゃあラウンドにしましょうか。ブブタイミングじゃないですか。でもブブったタイミングでいなくなった方、いなくなった方が1ラウンド なくしましょう。例えば、うん、1-0 で0の方がブブになったら、うん、それはその試合負け。カッコンカップルールってことですよね。そう、そのラウンドはダメ。入り直してもらってちょっとめんどくさいけど、うん、ラウンドより多分重い罰はないから、うんうん、いや、あれですよ、1セットじゃないですか。でもその後、結局あまりにもその運が悪すぎると、うん、まあ、その1ラウンド1ラウンドで状況を作れないっていうのがあるんですけどね。ゲージの状況を作りづらいとか、ね、でもこのゲーム神ゲーなんで、たまにググっても2人残ってることありますよ。マジ、はい、この神ゲーあるあるある。この神ゲーは全然ある。なんならあのググった時に BSTV がいない可能性ありますからね。BSTV がバラハラに暮らされてる。あれ、これはお世切りでぶっ刺さったね。そっか、じゃあ、それすごいね。いや、もう神ゲー。え、でも、切断してたら、あれだよね。これで、いや、一応消えますか。切断してたら消えるんだよね。消えるはず。だってネットがなかったりしたら、当然。そうだね。じゃあ、自分から切断した場合は、ダメだから。絶対いなくなる。ってことはどうすればいいんだ。その時マジでいいぞ。ラウンドだけ再現かな。それはあります。両方いたら、うん、それぐらいしかないわ、うん、ちょっとブブに関してはちょっと我々の背の及ぶ範囲じゃない。神の身元の話ですか。確かにどうしようもないな。これダウンしなくなったんですよね。あ、マイナス0は一緒、うん、いや、減った減った。いや、4とは2まさか。まさか2、ガードしても確定はないですから。え、 2だったんですよ。まあ、だからまあ許可。え、まあ、あれ殴れますよね、変わってないんだったら、うん、あ、そうですね。発生もでも早くなったかな、わかんないけど、まあ、あれ殴れるんだ、タッチパンとかで。あ、一応殴れますよ、うんうん、おお、難しいな。ゲージ差ついて負けるくらいなら濃い部分、いや、濃い部分はあの、うん、いなくなるから、うん、そうですね、うん。あ、そっか、でもそっか、それがラウンド。え、でもまあ、でも予選からそれやる人はそんないないと思うんだよな。うん、9-1 で相手ゲージ3つあってみたいな。本戦は結局オフだから、本戦ってか、それこそ、まあ、言っても多分ね、うん、何百ドル、何千ドルってかかってない状態でそれやんないと思うんだよな。ルール決める運営っていうのは大変なんだろうなっていう。だから想定を、基本ラウンド罰則で、うん、あの体質部分は、はい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 、で 3回でバラハラっていう。なるほど。要するに累計じゃないですよね。それ1試合ですよね。イエローカードみたいに持ち越しとかじゃないですよね。あ、違う違う、1試合で3部分は、うんうん、バルハラ行きであると。バルハラ行きで、うん、そうだね。うわぁ、なんか今まで落ちない。何あれ、なんか拾う場所が減ったんです。そうなんだ。あ、じゃあ弱体が入ってんだ、あれ一応。なんか、うん、威力も下がってるよね。減る、うまっていいじゃん、今の。え、うまっ、すげえ。隔離兼ねなかったね、今の。僕と対空詰めてるね。確か、7勝の対空で、これ発動。ここは勝ちたいね。あー、なるほど。まあ、トリマってやつですよね、これね。それ1ポイント、トリマ、いい。そうそうそう、強いね。突然やっぱ強いですもん。あのユリアンの EX 突進とかも終わってるじゃないですか、あれ。トリマ突っ込むのはやっぱ強いですよね。
俺は相変わらずミカ使ってますよ一応。そうですね。俺はガエルとユリアンをちょっとやってみてます。イブ、うん、一緒にイブりません？イブれるか。イブろうよ。イブりたいっすよ俺は。斉藤さんだよ。怪しい言葉みたいやな。さあ、バルハラさんは世界共通の言葉を生むだけ生んで、このままではバルハラルーム意外な仕事しましたよ。そうですね。あー、あれ？お、ヨーガどうしたね。まあでもこのね、あれが浸透してもっと参加する人が増えたら、やっぱりこのランクを上げといた方がいいっていう話になりますよね。そうですね。最近あの勝ちたがりとかでもあのランクでなんかあのトーナメントがやってるんで、結構それであの増やしてる人いたんですよね。プラチナぐらいの人が増やしとこうみたいな、ダイヤモンドぐらいまであの上げましたね。なるほど。俺も次までに25にしときますね。だからお前出ていいからね、うん、ここに呼ぶことはもう二度とないと思うから、ね、一参加者として出るのは OK。 まあでもでも、まあ、決まった。はい、オッケー。でもこっちにこれが、あ、まあそう、これそうそう、権力獲得できる、まあまあまあ、力こそ全てなんで、うん、そうですね。じゃあこれ大黒の勝ちかな。はい、じゃあ丸原さんは、はい、丸原、この場を生んでくれてありがとうございます。